アパラチン会議は1957年11月14日にニューヨーク州アパラチンのジョゼフ・バーバラの邸宅にて行われたアメリカのマフィアのボスたちによる歴史的なサミット会議後に伝えられたところによれば前月に暗殺されたアルバート・アナスタシアの違法ビジネスの利権分配のほか氷菓子や麻薬取引、賭博を含む様々な内容が話し合われる予定であった アメリカ国内以外にも、イタリアやキューバからの出席者もおり、推定100人のボスや幹部が列席したと考えられている。この会議は、リトジェノベーゼが、交差のストララの頂点に立つことが起とされていた。地元や、州の司法機関は、アパラチンの眠そうな集落と呼ばれる場所に、全国からのナンバープレートをつけた、多数の高級車が停車していることに疑いを持った。バリケードを設置した後、 警察は会議を襲撃し、参加者の多くはバーバラの邸宅を囲む森を突破して逃亡した。この強制捜査によって60人以上の犯罪組織の長が拘留され、起訴された。出席者のうち20人は会議内容について虚偽の説明をした司法妨害の罪で告発され、1959年1月に有罪判決が下り、 全員に最高1万ドルの罰金と3年から5年の懲役が宣告された。しかし、翌年の控訴審によって判決は全て覆された。アパラチン会議が社会に与えたもっと大きな影響は、コー差のストラという全国規模の犯罪真珠系との存在を世に知らしめたことであった。こうした犯罪組織の存在は、連邦捜査局所代局長、ジョン・エドガー・フーバーが、 長年否定していたものであった。五大ファミリー、コミッション、及び、コーサノストラも参照ラッキー・ルチアーノ第二次世界大戦以前、アメリカの暗黒街では、ラッキー・ルチアーノが頂点に立ち、彼の呼びかけにより、ニューヨーク五大ファミリーやコミッション、また、イタリア系によらない、アメリカ各都市のギャング勢力と連携しての、犯罪組織の全米ネットワークが構築されていった。しかし、 1936年6、大戦後の1946年1月3日、トマス・イ・デューイは戦時協力の見返りとして、イタリアへの強制送還を条件として、ルチアーノに4社を出した。2月10日、ルチアーノが乗った船は、ブルックリン港からイタリアに向けて出港した。船は2月28日にナポリに到着し、ルチアーノは、 記者団に対しておそらくシチリアに住むことになると語った。暗黒外の首相と呼ばれたフランク・コステロ1936年にルチアーノが服役してから、ルチアーノファミリーは、副ボスの美とジェノベーゼが代理のボスとなったが、間もなく1934年のフェルディナンド・ボッチや、殺害の一件でジェノベーゼも、当局の手配を受け、イタリアに逃亡せざるを得なくなってしまった。このため、 当局の捜査網から漏れていたフランク・コステロが代リボスに昇格した。ファミリーの実験はルチアーノが握り刑務所内から指示を出していたが、コステロ個人も政界や司法界など多岐にわたる人脈を持ち、連邦捜査局所代局長、ジョン・エドガー・フーバーとも古くから交流があった。その人脈を他のマフィアから頼られることもあり、コステロは暗黒外の首相と呼ばれるに至った。 デューイのルチアーノに対する恩赦にも関わっており、1946年のルチアーノの国外追放後は、コステロが正式にファミリーのボスとなり、ボスの中のボスとなった、逃亡のみであったジェノベーゼは、対戦中にアメリカに連行され、1945年6月2日に、改めてボッチア殺害の件で起訴された。しかし、有力な検察証人が殺害されたことで、 証拠不十分となり、1946年に釈放された。コステロは、ジェノベーゼの復帰を迎え入れ、いくらかの金銭や、地位の保証を行ったが、ボスの座は愚か、副ボスの地位も与えなかった。ここからコステロとジェノベーゼの確執が始まるが、当初、ジェノベーゼは、コステロの命令に従っていた。1950年代からコステロとジェノベーゼの、権力闘争は激しくなり、 1951年、自前の戦力に乏しいコステロは起手に反する、ボス殺しが疑われていた名優のアルバート・アナスタシアの漫画のファミリーのボス就任を積極的に講演し、ジェノベーゼを牽制した。一方で、同年にコステロの右腕で、副ボスであったウィリー・モレッティが暗殺され、その後任として、ジェノベーゼが、副ボスに復帰した。また、ジェノベーゼは、 ロスとなったばかりのルッケーゼファミリーのトーマスルッケーゼと手を組んだ。1956年には、組織重鎮で二人の干渉役であったジョーアドニスが国外追放され、他の古参幹部も一線を退くなど、二人の争いを止められる者がいなくなっていた。リト・ジェノベーゼ1957年5月2日、ジェノベーゼはついに行動を起こし、配下のヴィンセントジガン手に命じて、 コステロを襲撃させた。暗殺は失敗し、コステロは軽傷を負っただけで済んだが引退を決意させた。ジェノベーゼの残る懸念はアナスタシアであり、実際、アナスタシアはジェノベーゼのボス殺し未遂を批判し、コミッションなどにおいてジェノベーゼのボス就任防止に奔走した。しかし、6月17日に漫画のファミリーの副ボスフランクス・カリーチェが暗殺され、 アナスタシアに不満を持つカルロ・ガンビーノが、副ボスに昇格した。そして10月25日、アナスタシアは理髪店に行ったところを、ヒットマンに襲われ、銃撃により即死した。この暗殺実行犯は捕まっていないが、事件の首謀者は、ジェノベーゼと、ガンビーノとされている。アナスタシア暗殺直後にコステロは、正式に引退を表明し、ファミリーの実験の一切をジェノベーゼに譲ることを、言明した。 由緒ある、ルチアーノファミリーを支配したジェノベーゼは、自らの地位を確実なものとさせるため、全国の交差のストラを集めたコミッションを開催することを起とした。当初、会合は、シカゴで開かれる予定であったが、シカゴマフィアの有力者である、シカゴアウトフィットのボス、サムジアンカーナが反対したため、ニューヨーク州バッファローのボスで、コミッションメンバーでもあるステファノ・マガディーノに、 候補地選択が依頼された。マガディーノは、ペンシルベニア北東部ファミリーのボスであるジョゼフ・バーバラと、その副ボスであるラッセル・ブファリーノに、会議の監督、指揮を依頼した。1957年11月14日、マフィアのボスや顧問また声で構成される全部で、約100人の男たちが、ニューヨーク州、アパラチンにある53エーカーのバーバラの所有地に、集まった。 アパラチンはニューヨーク市の北西約200マイルにあるペンシルベニア宗教近くのサスケ花川の南岸に位置する町である。この会議の主要な議題は、賭博や麻薬に関するコーサノストラの方針決めと、先月に暗殺されたアナスタシアの違法ビジネスの利権分配であった。アナスタシアとスカリーチェの暗殺は、彼らの体制に忠実であった。 アナスタシアファミリーのメンバーを考えれば対策が急務であった。ファミリーの幹部であるアニエロ・デラクローチェやアルマンド、トミー・ラバは、ジェノベーゼや彼の同盟者と交渉を起こそうとしていた。国内でも特に強力なコーザノストラのボスたちである、フロリダのサント・トラフィカンテ・ジュニア、ペンシルベニア北東部ファミリーの副ボスであるラッセル、ブファリーのロサンゼルスのフランクでシモーネ カルロス・マルセロ及びマイヤー・アランスキーらは、コミッションが、アナスタシア暗殺を公認するよりも前から彼の、ハバナにおける、賭博利権について懸念していた。キューバ利権は主要な議題の一つであり、特に同地における賭博や麻薬から得られた、コーサノストラの収益の密輸についてであった。国際的な麻薬取引も重要なトピックであった。アパラ人会議の少し前には、ボスのジョゼフ・ボナンの以下、 ボナンノファミリーの構成員であるカーマイン・ギャランテ、フランコがロファロ、ジョバンニ・ボンベントーレたちと、デトロイト、バッファロー、モントリオールといった地域のコーサノストラの代表が、イタリア・シチリア島のパレルモを訪れ、高級ホテル、グランドホテル・デパルムにて、シチリアのマフィアと会談した。この会議の開催に、重要な役割を果たしたのは、ロミエスコレイド・パッシ,シーナであった。他には、ニューヨークにおける、 医療産業の権益や犯罪利益、例えば事業主への氷貸しや医療品センターのトラック輸送の制御が重要な議題であった。ニューヨーク医療産業の議論結果は、全国のボスたちのビジネス、主に衣服の製造、トラック輸送、雇用、労働組合の利益に直接的、または間接的な影響を与え、関連するファミリーに多額の収益をもたらす可能性があった。 会議中、バーバラの私有地に止められていた多くの高級車地元の州警察官であるエドガーディ・クロスウェルは、前年にカーマイン・ギャランテがバーバラの私有地から帰る際に州警察官に呼び止められたことを知っていた。州警察はガランテが無免許運転していたこと以外にも、彼がニューヨーク市において広範な犯罪歴があることを発見していた。 1957年11月の会議に先立って、クロスウェルはバーバラ邸を時折監視しており、バーバラの息子が地元の肉屋から大量の肉を調達したり、地元のホテルに予約を入れていることも察知していた。このため、クロスウェルはバーバラを怪しみ、その邸宅を監視することを決めていた。州警察は、バーバラ邸に多くの高級車が駐車されていることを発見すると、 ナンバープレートの紹介を始めた。これら社の多くが犯罪者登録された者たちのものと判明したため、州警察の応援も現場に到着し、バリケードの設置を行い始めた。こうした外の動きに気づかず会議が開始されたが、カステランマーレ、デルゴルフォ出身で、バーバラの使用人であったバルトログッチアが、バーバラの私有地から出る際に、警察のバリケードに気がついた。後にグッチアは、 魚の注文を確認するために、バーバラ邸に戻ったと述べている。一部の出席者は、車で強引に脱出を試みたが、バリケードで止められてしまった。他の者たちは、高級なスーツを台無しにしながら、野原や森をかけた。多くのマフィアは、バーバラの邸宅を囲む森を突破して脱出した。最大で50人は、脱出を果たしたが、コミッションのメンバーであるジェノベーゼ、カルロガンビーの、 ジョセフ・プロファジ、ジョゼフ・ボナンノといった大物を含む60名以上が逮捕された。実質的に彼ら全員は体調が悪いというバーバラの見舞いのために訪問したと弁明していた。逮捕された者たちは全員に最高1万ドルの罰金を課され、3年から5年の懲役刑が課されたが、1960年の控訴により全ての有罪判決が覆された。 アパラチン会議に出席したうちの20人は会議内容について虚偽の説明をした司法妨害の罪で告発され、1959年1月に有罪判決が下り、全員に最高1万ドルの罰金と3年から5年の懲役が宣告された。しかし、翌年の控訴審によって判決はすべて覆された。以下は、1957年11月14日に、 当局に拘束されたマフィアの幹部たちである、ジェードガー・フーバーこれまで、連邦捜査局所代局長、ジョン・エドガー・フーバーは、全国規模の犯罪シンジケートの存在を否定し、また、アメリカにおける、組織犯罪に対処する、必要性も否定していた。しかし、アパラチン会議の一件後は、シンジ事系トの存在や北米の暗黒街への影響、コー差ノストラが持つ、 国の内外に対する影響力を否定できなくなった。フーバーはトップフットラムプログラムを作成し、全国のシンジケートの長の追跡捜査を始めた。もともとバーバラはマガディーノに自分の土地でもう一度会議を開くことに抵抗があると警告していた。バーバラと同じカステラマレ派のボナンノも、また昨年と同じ場所でコミッションを開催することは特策ではないとマガディーノに伝えていた。 バーバラは、クロスウェルという名の地元の警官に目をつけられていることや、彼によって不足の事態に陥る危険性もマガディーノに伝えていた。しかし、コミッションのメンバーであるマガディーノとジェノベーゼは、アナスタシア暗殺を受けてのコミッションの召集をすでに言っており、マガディーノは、すでに手配は完了し、移動している招待者もおり、今更中止するには遅すぎると答えていた。 アパラチン会議以降交差のストラを襲った諸問題について、ジェノベーゼとジアンカーナはマガディーノを避難した。司法機関による捜査が落ち着き、しばらくしてマガディーノは普通の生活に戻ることを試みた。マガディーノはバッファロー郊外のダナドライブにあるいくつかのマフィア所有物件に住んでいた。これらは自身とファミリーのために作られた義理の息子、ジェームズ・ブイラ・ドゥカ、チャールズ・エーモン・タナ。 ヴィンセントスクロが所有していた。その生活の中では、窓の外から家の中に手榴弾が投げ込まれたこともあったが爆発せず、未遂に終わった。バーバラは司法機関によって捜査され、1957年11月14日の自宅での出来事を大陪審で証言しなかったとして起訴された。さらに1959年、所得税の脱税と不正な税務書類作成で起訴された。 また、カナダドライトのボトリング契約も解除され、ビジネスの収益は低下した。さらに、バーバラの健康状態は悪化し続け、6月17日の心臓発作によって死去した。ファミリーは、ラッセル・ブファリーノが後を引き継いだ。また、バーバラのアパラチンの辞書は売却され、しばらくは観光スポットにもなった。アパラチン会議の失敗は、 その後の調査と研究によりジェノベーゼのボス就任を阻むための陰謀であった可能性が指摘されている。この説の主な論拠としては、当時のマフィア界の有力者であったコステロ、ルチアーノ、そしてマイアー・ランスキーの関与が薄いことにある。ルチアーノ自身やジョゼフ・スタジャーを含むマフィアの大物たちは、会議には妨害があったと繰り返し述べていた。会議の議題は、おおむね、 コステロやルチアーノが賛成したものになった。三人の不関与以外にも、シカゴ、ニューオーリンズ、サンフランシスコ、デトロイトといった地域のマフィアの参加がなかったことが注目される。これらの地域では依然として、コステロやルチアーノが大きな影響力を誇っていた。この地域のファミリーの代表者は単に逮捕されなかっただけかもしれないが、少なくとも彼らが当時、 アパラチンにいたという証拠は見つかっていない。また、伝えられるところによれば、コステロトルジアーノに近い列席者は、差し迫った警察の動きに気づき、逮捕から逃れることができたという。さらに、いくつかの重要な地域のボスは、都合よく遅刻し、警察の捜査に気がついて、途中で引き返すことができた。また、会議から約半年後の1958年7月7日、ジェノベーゼは、 麻薬密売の容疑で起訴されたが、これにルチアーノとガンビーノが関与していると言われる。裁判では、プエルトリコの麻薬売人であるネルソン・カンテロップが、ジェノベーゼにあったと証言し、1959年4月、ジェノベーゼは、ニューヨークで、連邦麻薬法違反で、有罪判決を受け、アトランタ連邦刑務所に15年の懲役を言い渡された。ルチアーノらは、 カンテロップに10万ドルの一部を支払い、ジェノベーゼが麻薬取引に関与していたと偽証させたといい、これらが事実であれば、ルチアーノがジェノベーゼを妨害する強い動機を持っていたことになる。しかし、これらの説の正しさを立証する決定的な証拠はない、上記の多くの疑問点にも解消できる説明がある。例えば、ランスキーの不在はしばしば挙げられる論点であるが、 彼は、ユダヤ系ギャングの大物であり、同様にユダヤ系の大物である、スタチャー、アブナー・ツビルマン、フィルカステル、モーダリッツらも参加していなかった。また、ランスキーはその日は病気であったと述べている。出席しなかった、イタリア系マフィアについても、例えばルチアーノは、国外追放を受けた身であって、アメリカに入国すること自体を許可されていなかった。ジェノベーゼの権力奪取を妨害するために、 これら三人が協力して陰謀を企てたという一定レベルの根拠はある。しかし、その後のジェノベーゼ個人を狙った妨害が成功したことを踏まえれば、マフィアの大物である三人が世間に大規模な犯罪組織の存在を晒し、さらに非常に多くの行為のマフィアメンバーが逮捕されるリスクを犯す方法を取ったことに合理的な説明はつけられず、連邦政府は こうした陰謀論を強く否定している。むしろ、会議の出席者を減らすことで、ジェノベーゼが広い支持を得たという事実を達成させないように3人が共謀した可能性がある。また、仮に会議が計画通りに進行して終了したとしても、ジェノベーゼの議案はほとんど達成されなかったと見られている。州警察があらかじめ、バーバラ邸に強い関心を持っていたことも、 アパラチンでの会議が二度目であったという事実で説明できる。バーバラ自身はサミットまでの数週間、この懸念をマガディーノに伝えており、さらにクロスウェルが自分を探っていることにも気づいていた。また、警察と連邦政府は会議において違法行為が行われたという疑惑しかなかったため、家宅捜査令状を取得する十分な証拠がなかった。実際、 逮捕されたマフィアたちのほとんどは現場から逃走を試みた者たちであり、家の中に残っていたものは自由のままであった。ありがとうございます。